ドラゴンゲートネットワーク11月ライブ配信スケジュール。行ってはますけど。いや、行ってはます。どうした？どうした？どうされました？何が起こった？呼ばれて、走ってきたから。何があったんだ？何があったんだ？はい。これやってるって聞いたから来ました。ああ、やってる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 で。やってるんですか？皆さん。あぶらぶら。そんなことで。はい。で、1月と。以上。はい。ドラゴンゲートネットワーク。盛りだくさんですねこれ。いっぱい見るなよ。大変大変も。はい。ね、最終見に行かな早速。はい。行きましょうか。行きましょう。ね。さあ11月2日。2日。土曜日。土曜日は。さあ。ホームタウン、お、神戸サンパホール、神戸サンパホール、神戸サンパホール大会でございます。はい、ああ、なんとまあ前日じゃないですか。お、あれの前日ですね。あれといえば、あれはなんですか、あれは。あれということは、あ、翌日が大阪人。ゲートオブデスティニーズ。ああ、デスティニーズ。ビッグマッチか。デスティニーズ。デスティニーですね。デスティニー。皆さん、デスティニーを感じてますでしょ。はい、え、この日11月3日、皆さん運命の大阪エディオン。アリーナ、アリーナ、会場、はい、会場、ね、配信します。はい、素晴らしい。もちろん配信、まあもちろんですよ。でもまだまだ。はい、が連続いきます。次は7日木曜日。さあ、次も始まりますね。始まりますよ。始まりますよ。東京後楽園ホール7日木曜日。何が始まるんですか。キングオブゲット。24。ごめん。KOG 2021始まります。ね、二人で出ますから。はい。そして彼が。帰ってきますよね。あー、すごい。フラミータが。みなさん、フラミータ、ただいまーでーす。で、まあ、J も出て、まあ、僕も出て、はい、フラミータ出て、はい、で、フラミータが出ました。おー、はい。初戦がね、後楽園確か、そうですね。ドラゴンキッドって言いますか。あ、そうです。フラミータは A ブロック。フラミータは A ブロックですね。あ、ちなみに何ブロック？私は B ブロック。B ブロック。C です。あー、じゃあ。ちょうどみんな J も C、J も C、J も C、JC、JC、JC、負けろ、はいね、当たるね、当たるね、当たりますよ、そうですね、今日は本当にね、後楽園ホールを盛りだくさんとなります。はい、はい、そして、15日、15日ですね、フラグゾーン、プラス、ボリューム10、はい、金曜日ですね、ラピゾール、はい。何かが起こるラビットボールマッチだから、はい、なるほど、全然ここいいですね。コスチューム合わん、合わん、そう、もうこれそれのコスプレ云々の頭が入ってきたから、ね、もう終わってる、終わってるね。全然ボタンじゃあんまりね、新しいことが、いや、何がある、何かが、はい、何が起こるラビットボール、よろしくお願いします。ああ、そうです。はい、7日は、はい、水曜日は武勇伝、はい、ゼロボリューム6、はい、6インゼロ、6東京新宿フェイス。いや、もうこれもなくなってますね、結構やってますね。今回全部出てます。いや、まだちゃんとは出てないんですかね。はい、何個か出てますけど、はい、またね、私たちは出るのか、はい、そして誰、どんな、どんな戦いが、団体の選手が出るのか、今日はVSなんでね、はい、ね、できても不幸な戦いが始まると思います。なるほど、はい、おー、あったな。そしてですよ、おー、あったな、おー、あったな、おー、あったな、あったな、あったな。あー、さあ、帰ってきました。はい、そしてですよ、今回11月末ですね、29、30、そして次の日の、次の日の、翌月の、はい、1日、はい、土佐五街線、札幌岩手線、よし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 、さあ、北海道五街線、やってまいりました、ハルク、KG、そして小野です、お願いください、はい、ね、そしてね、お父さん、あ、俺の親父、志村けん、来場予定。いつもね、レッドブルーもいつも飲み切れないだろうって思ってくる、お菓子とね、はい、あ、もうありがとうございます。KG の後ろ行って、まあ、これでもね、キングオブゲートありますんで、ありますか、ね、注目の一戦があるじゃないですか。うわ、そうなんですよ、うわ、マジか、これは大事ですね。土曜日ですけども、土曜日ですけども、中日、しかもツアーありきですから、ね、あ、はい、ファンツアーもありますよね。KG さんはなんと、歩きだけしてる、はい、ね、天井からこれだけしてる、これだけで分かるでしょう、はい、ね、やってやりますよ、ます大事な戦いになります。すごい変わります、もう変わります、盛りだくさんですから、走ちゃうから札幌も大変なカードでございます、はい、それはもうするわけと思いますし、地元のお客さんもお待ちしてますからね、十分に楽しんでもろて、はい、この後ね、12月、
もう頭から大変ですよ、スケジュール的にね。もう先に言っとくと、この3連戦の函館があって、はい、その翌日がね、コレギアホールっていうね、はい、決勝戦、ね、とんでもないことだったんですけど、ね、やってやるって、もうやってるやつ、この年末に向けて、はい、駆け抜けますよ、僕たちは。総決算、やってるやつよ、総決算、もう、冬のフットボスに熱く、はい、行かせていただきたいと思います、はい、というわけで、引き続き、皆さんもドラムゲートネットワーク11月もよろしくお願いします。またお会いしましょう。ドラゴンゲートネットワーク。